別れても心一つ離れまい。はい、ということで、今日はですね、いきなり歌から始まって、始まりまして、北へ帰ろうという、帰ろうというですね、帰ろうという、演歌ですね。1970年頃ですかね、寺内貫太郎一家というテレビドラマやってましてね、その中で、まあ、毎回流れてた曲ということで、懐かしいですね。この年代ね、過ごされてた方は、覚えてらっしゃるかななんて思います。はい、ということで、まあ何気に、この曲をやってみました。で、今日は2つなんかね、話をしようかと思って、2つ話をしたいと思います。1つ目が3つのカメラということでね、3つのカメラ、これは何を言ってるかというと、自分がいてですね、相手がいて、まあもう一人ナンバー2、もう一人いていたとしてもいいんですけども、だいたいこう人と関わって時、話す時、まあこういう感じでお互いにこう話して自分の考えを言ったり、その反応を見たりとかっていう関係があると思うんですけど、まあ話してる方は自分がこう言ってるっていうことに対して相手がどう返ってくるかなっていうことばかりを気にしてるというような、状態が普通だと思うんですけど、この3つのカメラの理論から言うと、まあそれもいいんですけど、一つには、自分が言ったらですね、相手はどう思うのかなっていうことを考えながらこう、ものを言うということですね。で、それが一つ目のカメラとして、客観的にもう一人の自分がそう見るということなんですね。自分がこう言ったら相手がどう思うかなという、その状況をですね、もう一人の自分が見てるということですね。それを前提に話をするということみたいですね。で、二つ目のカメラがですね、このもう一人加わった場合ですね、この三人のですね、状態をですね、まあ一人加わるとまた話の内容も変わったりとかですね、話し方も変わったりするので、その状況をですね、真上から見た自分っていうのを意識して、話すということなんですね。こっちに対しても話してもいいんですけどね、上から見てこの状況を思い描きながらいろいろ発言したりとか行動するということですね。まあ1対1の時、違う自分が見ると、で今度は上から見るということですね。で3つ目のカメラっていうのは、文字通り自分中心に考えてこう何か言ったりとかですね、人の言ってることをこう、自分だけでの中だけで解釈すると。この3つのカメラということですね。どれも大事だってことなんですかね。まあ自分中心に考えることも大事だし、相手との関係においてっていうことを、重点的に考えてみるということ で、そういう状況空間が、一体果たしてどういう状況なのかっていうのを客観的に真上から見るということですね。ということで、この3つのカメラというのがなんか重要だというか大事らしいです。まあこれやってその本人がね、なんか
いいことがあるかとか、うまくこう、ね、世の中を生きていけるかとかっていうのが、まあ、あるのかもしれないですけどね。あ、これをして、あ、自分はなんかいい思いができたなとかって思っても、それが一体何なのかなっていう、何が残るのかなっていうことなんですよね。まあまあ、とりあえず限られた時間を、まあ、自分らしくこうね、楽しく生きるための一つの考え方ということらしいです。これはね、あの東進ハイスクールの予備校ですね、の林先生がそんなようなことをおっしゃってたということですね。はい。で、二つ目のお話が、カタツムリですね。カタツムリ、ちょっと絵が下手なんですけど、カタツムリですね。カタツムリ。カタツムリの話ということで、カタツムリは、マイナス120度まで生きられそうです。生物の中でなんか一番、低い温度まで生きられる生物らしいです、カタツムリっていうのは。何しろ氷点下っていうか、マイナス120度まで生きられるということらしいんですよね。まあ、こういう体の構造とか、そういう組織の細胞とか上でそこまで生きられるということらしいんですけど、まあ、この話にはオチがありまして、仮に120度氷河期、氷ってどう書くんだっけな、こうか、氷河期が来てですね、ああダメだ、書けませんね、漢字が、氷ってどう書くんだったっけ、氷、あれ漢字を忘れて、こう水がだって氷河期、氷という字を忘れてしまいました。最初書けたような気がしたんですけど、氷河期ですね。氷河期ですね。氷河期が来て、まあマイナス120度とかになってしまった場合、じゃあカタツムリは生きているのかっていうとですね、こんな状況の中でカタツムリの餌の葉っぱとかないから、結局はカタツムリは生きられないという話なんですね。まあ、こういうオチがあるということですね。まあ、先ほどの3つのカメラの話もそうなんですけど、それやったからっつって自分さえ良ければいいとかね、自分がいい思いでできればいいってなると、どん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 自分よりこう劣る人はね、なんていうか消えていくというか、まあ、脱落していって、結局は自分しか残らないで、じゃあ一人で生きていけるかっていうと生きていけないということなんですね。で、先ほどのカタツムリもそういうことなんですね。だからまあ一応共存とかそういうことなんですかね。お互いに思いやるとか、そういうことがないと結局は生きていけませんよということのようです。二つちょっとね、違う系統の話をお話をしたんですけどね。まあまあ、そういう考え方が正しいかどうかっていうのはまた別な問題なんですけど、私はそんな風に思いました。はい。まあ今日はね、ちょっと真面目な話というかね、ちょっと笑いも交えながらお話ししてみました。まあ、さっきのまた話は元に戻るんですけど、3つのカメラの話なんですけどね、たとえそうやって自分がこう話したりとかですね、周りの状況を的確に把握できた上で発言や振る舞いをねしたからうまくいくんだとかって言ってもですねまあ結局はさっきのカタツムリの話なんですけど、うまくいったからといって、それが結局何になるのだろうかということなんですね。その人はいいかもしれないですけどね、結局はそうやってもうトーナメントで勝ち上がっていっても結局は一人しか残んないですよみたいな感じで、だからそういう生き方とかね、処世術こうですね、処世術ってどこかの術、もう最近漢字を忘れてしまいましてね、こうですね、処世術
生きるだったかな、処世術、うん、まあこういう生きるようなね、うまいこうかテクニックみたいなのを使ってやってっても、結局は結論はそういうことになってしまうんじゃないかなということですね。私はそんな風に考えました。今日はね、これをですね、見ましたよという見ましたよというお話を聞きまして、見てくださってる方がいらっしゃるんだななんて思って、早速急遽やってみました。まああんまりというかね、これを見てですね、また次回も期待してますというふうになるかどうかは果たして疑問なんですけどもね、またまたやってみたいと思います、機会があればね。はい、以上でございます。